韓国海軍では2024年8月時点で3隻のセジョンデ1級イージスミサイル駆逐艦計画名 KDX3 を運用しているよ。このセジョン大王級ミサイル駆逐艦はアメリカ海軍のアーレイバーク級フライト 2A をタイプシップとしているが、韓国の国産 VLS を追加搭載するために大幅な設計変更がなされていて、アーレイバーク級フライト 2A と比べると全長で 9.7 メートル、幅で 1.1 メートル大きく、基準排水量においても約1000トン増えたことによって日本の海上自衛隊が運用しているマヤ型イージス護衛艦とほぼ同じ大きさとなったな。今回は韓国海軍の弾道ミサイル搭載可能な重武装新型イージス艦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。韓国海軍ではこれまでに建造され収益しているセジョンデ1級ミサイル駆逐艦の1番艦セジョンデ1、2番艦ユルゴクイ、3番艦ソエユソン4の3隻をバッチ1に分類し、現在偽装工事中の4番艦チョンジョデ1から6番艦までを、より性能を向上させた KDX3 バッチ2として区別しているよ。すでに運用中の KDX3 のバッチ1は、基準排水量7600トン満載排水量10290トン全長165メートル、全幅 21.4 メートルで、2012年9月までに3隻が就役して配備されていたね。機関はゼネラルエレクトリック製 LM2500 ガスタービンエンジン4機が搭載された。COGAGC オンバインドガスタービン&ガスタービン方式で、最高速力30ノット以上が確保され、乗員は300人以上とされ、2機のヘリコプタースーパーリンクスを搭載しているみたい。兵装は62口径5インチ単装砲が1門、オランダ製のゴールキーパー30無近接防御システムクローズインウェポンシステムシウエス1機に、垂直発射システムバーティカルローンチシステム VLS マーク、41-48-32×2機には、艦隊地ミサイルスタンダードミサイル SM2 が搭載されているほか、韓国が独自に開発した国産 VLS48 セルが1機搭載されていて、艦隊地巡航ミサイルサーフェスシップローンチとクルーズミサイル SLCM 天竜と対戦ミサイルベニサメが搭載されているな。その他にもマーク4921連装近 SAM 発射機1機改正 SSM4 連装発射筒4機 324mm 3連装単魚雷発射艦2機が搭載されているなど、重武装のイージス艦で、これらの兵装を統括するイージス戦闘システムには、アーレイバーク級イージス駆逐艦やアタゴ型イージス護衛艦に搭載されているベースライン 7.1 の発展型が搭載されているぜ。韓国海軍としては、近年北朝鮮が開発を進める核兵器や弾道ミサイルの発射実験を警戒しつつ、海上戦力の強化が著しい中国への対抗や、竹島の領有権問題で係争している日本と対峙する可能性を考えると、イージス艦が3隻しかない体制では配備状況から見て整備や訓練のローテーションに支障をきたすと考えられ、さらに高性能イージス艦3隻を増やすことで、弾道ミサイルの探知追跡迎撃に対応させつつ同時に、北方限界線を越えて侵入してくる北朝鮮海軍の潜水艦も探知することが可能になるとして、有事には敵の水上艦艇や地上目標に対して遠距離攻撃を実施することが可能な新たなイージス艦を必要としていたんだ。そこで2013年12月に海軍当局が、新たにイージス艦3隻を導入して6隻体制とする計画を発表し、その3隻を KDX3 バッチ2として1番艦から3番艦までを現代重工用に発注し、1番艦チョンジョデ1が2022年7月28日に進水命名されて偽装工事が進められていたってわけだ。バッチには韓国メディアが伝えているところによると、基準排水量8200トン満載排水量10455トンで、艦体は全長170メートル全幅21メートルとなって海上自衛隊のマヤ型イージス護衛艦とほぼ同じ大きさとなり、乗員は約300人とバッチ1と同じとされ、建造費は1兆3000億ウォン約1325億円なんだって。また、搭載ヘリコプターについては韓国海軍が2024年から導入する予定の MH60RC ホークの搭載が可能になり、
バッチ1と比べて対潜水艦作戦能力も強化されるとしているな。機関はバッチ1と同じゼネラルエレクトリック製 LM2500 ガスタービンエンジン4機が搭載された。COGAGC オンバインドガスタービン&ガスタービン方式であるが、ハイブリッドの電気推進システム2機が加えられ、それによって燃費の節約が可能となり航続距離を大きく伸ばせるとされているぜ。また、シュウイスはこれまでオランダ製のゴールキーパーが搭載されていたものが、バッチ2ではアーレイバーク級や海上自衛隊護衛艦にも搭載されている 20mm シュウイスファランクスが2機搭載されることになったね。さらに報道によると VLS は88セルとされ、バッチ1の128セルから減少しているために一見戦力ダウンしたように思えるのであるが、これまで運用されていたマーク41の他に韓国が独自に開発した2種の VLS が搭載され、マーク41にはこれまで通りのスタンダードミサイル SM2 や弾道ミサイルの迎撃が可能な SM6 が搭載されると見られているよ。また、韓国製 VLS にはやはりこれまでバッチ1に搭載されていた対戦ミサイル赤サメやコン SAM である海弓の他に、新たに開発された艦隊地巡航ミサイル改正2が搭載されると見られ、VLS のセル数は減るものの、搭載されるミサイルの性能向上によって攻撃力と防空能力は大きく増強されるらしい。新たに搭載される韓国製の VLS-KVLS2 には、現在開発が進められている艦隊地弾道ミサイルやこれもまた開発中の長射程艦対空ミサイルのほか、超音速対艦ミサイルなどの搭載を想定していると見られ、1セルあたりのスペースが広く取られており、そのためにバッチ2ではバッチ1より大型になったものの VLS セルの総数が少なくなったのではないかと見られているな。これら兵装を統括するイージス武器システムにはバッチ1に搭載されたベースライン 7.1 の発展型ではなく、弾道ミサイル防衛 BMD 機能を持つベースライン9が搭載され、弾道ミサイルへの盾イージスとしての働きが期待されているぜ。韓国防衛事業庁ではデジョンデワンについて、最新のイージス戦闘システムを搭載しているため、弾道ミサイルに対する探知、追跡だけでなく、迎撃能力までをも保有しており、洋上を起動する三軸体系の中核戦力として活躍すると述べたよ。この三軸体系とは、北朝鮮の弾道ミサイル発射の兆候があった際、それに対する先制攻撃、韓国型のミサイル防衛系 AMD、そして北朝鮮の中枢に対する大量反撃報復系 MPR の3つを指しており、現在のユン・ソン・ヨル政権下においてはこの三軸体系の実現に向けた防衛予算措置が実施され、その上で効率的な指揮統制が行えるように戦略司令部と呼ばれる三軍統合司令部を創設することが決定されたんだ。このようにチョンジュデワンをはじめとする三隻の KDX-3 バッチ2には北朝鮮が発射する弾道ミサイル迎撃のための BMD 機能のみならず、敵地攻撃のための攻撃用弾道ミサイルの搭載が想定されており、韓国が艦上発射型の対地攻撃用弾道ミサの開発に成功すれば、地上目標に対する攻撃能力が大幅に強化されることとなるね。韓国がセジョンデワン級ミサイル駆逐艦に過剰とも言える重武装を施した理由は、ひとえに韓国海軍が置かれている状況に全方位対応しようとしたからと見られているな。韓国は現在、北朝鮮とは休戦中で戦争状態にあり北緯38度線を挟んで対峙しているが、朝鮮戦争は地上戦が主となるため、韓国軍は陸軍と空軍に比重を置いた予算編成をとっているぜ。そのため海軍は限られた予算の中で艦艇数を増やすことが難しく、5艦あたりの装備を重装備せざるを得ないと言われているらしい。また、北朝鮮海軍の主力は潜水艦であることから、潜水艦から発射される核弾頭搭載可能な弾道ミサイルを警戒する必要があるために、海軍艦艇には防空能力だけでなく同時に対潜戦闘能力も備えなくてはならないという事情もあるとのことだ。さらに韓国は戦術したように竹島問題で日本と対峙することも想定している上に、近年海上戦力強化が著しく強引な海洋進出を行う中国にも警戒しなければならず、こうした状況から、韓国のイージス艦は重武装にならざるを得ないと見られているんだって。
それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。2024年8月12日、香港の東方日報がインターネット上に公開されている画像から、中国遼寧省大村寺にある造船所において、中国海軍として4隻目となる航空母艦の建造が始まった可能性があると報じたよ。東方日報が報じたところによると、画像からは建造が開始された艦隊の水船幅が40メートルはあると見られるとされ、これは現在偽装工事や試験公開が実施中で2025年までには収益すると言われている003型空母復権に匹敵するかそれ以上の大きさであり、この004型空母が中国初の原子力空母となる可能性があるとの見方を示したな。今回はそんな中国が4隻目の航空母艦の建造を開始した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、この004型空母の建造については2024年3月に開催されていた中国全国人民代表大会において、海軍の代表を務めていた袁春聡海軍政治委員が香港メディアなどに対して、すでに建造中であることを認めた上で技術面では空母建造は順調に進んでいると付け加えたよ。この発表は、中国全国人民代表大会の中で中国が戦闘準備を強化及び防衛研究開発を進めるために、軍事予算を 7.2% 増額したことが発表された後に明らかにされたもので、コメントした袁春志氏は開発は順調に進んでおり、開発に関する技術的なボトルネックなどが発生しているということは全く聞いていないと述べ、記者からの建造が開始された004型空母が原子炉を搭載する原子力空母となるかどうかとの質問に対し、それについては間もなく発表されると述べるにとどめたが、004型空母が中国初の原子力空母になる可能性を含ませたんだ。中国海軍はこれまでに001型空母遼寧、002型空母山東、003型空母福建の3隻の大型正規空母を収益させたね。中国における空母建造計画は2004年8月に立案され、それは2030年までに5隻の正規空母を保有するというもので、最終的には2049年までに10隻の空母を保有してアメリカ海軍と肩を並べるというよ。中国海軍における空母第1号となる遼寧は、旧ソ連海軍が建造途中だったアドミラル・クズネツォフ旧空母バリアーグを入手して改修したもので、1991年のソ連崩壊後は建造されていた黒海のセバストポリ軍港を手に入れたウクライナが所有するところとなっていたが、ソ連崩壊による独立の混乱や経済の困窮などによって完成させるために必要な予算のめどが立たず、スクラップ状態で放置されていて解体寸前だったな。アメリカ海軍に対抗するために空母の保有を検討していた中国がそれに目をつけ、バリアーグを海上カジノにするという名目で中国系企業にウクライナから買い取らせ、中国本土へ開港させた後は大連港に係留し、その間に中国海軍は船体構造を綿密に調べながら改修を行い、空母建造のノウハウを習得しながら2012年9月に空母として収益させたってわけだ。リアーグはこうして001型空母遼寧と名付けられ、基準排水量5万。3000トン全長305メートル最大幅72メートルのアメリカ海軍の原子力空母に次ぐ大きさの空母となり、艦首に発艦装置としてスキージャンプ台を持ち、艦尾に複数貼られた着艦用のアレスティングワイヤーにフックを引っ掛けて制動する、ストーバーショートテイクオフバットアレスケドリカバリーストーバー方式によって最大24機の固定翼艦載機を運用する空母となったぜ。そして、中国は次に遼寧で得た空母建艦のノウハウを活かしてコピーとも言うべき、中国初の国産空母として2019年12月に山東を建造して収益させたよ。山東は遼寧と同じくスキージャンプ台を持つストーバー方式の空母として運用され、艦体は遼寧よりやや大きい基準排水量5万5000トン、全長315メートル、最大幅 75.5 メートルとなり、搭載機数も36機に増え、アメリカの原子力空母と比べれば戦力的に劣るものの2隻の正規空母を保有することになったね。
この2隻の運用実績をもとにして、中国はさらに3隻目の空母建造に着手し、2022年6月17日に3型空母福建を進水させたんだ。福建は中国海軍の空母としては3隻目であるが、建造を最初から国内で実施された空母としては2隻目であり、コピーではなく独自に設計された空母としては初めての純国産空母だぜ。艦隊規模は推定で基準排水量7万8000トン満載排水量 80.000 トン以上とされ、全長320メートル最大幅40メートル飛行甲板最大幅76メートルの艦隊に搭載機数は40機以上になるとされ、遼寧や山東よりも一回り大きいだけでなく艦載機数も遼寧山東より格段に多く搭載可能となり、アメリカ海軍の原子力空母に次ぐ強力な戦力を持つ攻撃型空母になるものと見られているな。さらに福建には遼寧山東との大きな違いがあり、それはアメリカ海軍の原子力空母やフランス海軍の空母シャルル・ド・ゴールと同じく、カタパルトによって航空機を射出発艦させ、着艦には飛行甲板上のアレスティングギアに機体のアレスティングフックを引っ掛けて着艦制動する。キャトーバーカタパルトアシステドテイクオフバットアレスティドリカバリーキャトーバー方式の空母として誕生したことだぜ。しかも福建の飛行甲板上に3本搭載されたカタパルトは、ニミッツ級原子力空母やシャルル・ド・ゴールで採用されていて運用実績のある蒸気式カタパルトではなく、アメリカ海軍の最新型原子力空母であるジェラルド・アール・フォード級原子力空母に世界で初めて搭載された、電磁式カタパルトであるとの中国側の発表に世界が驚かされたね。リニアモーターの原理によって航空機を射出する電磁式カタパルトは、これまでの蒸気カタパルトと比べて航空機の機体に合わせた射出速度の微調整が可能であったり、エネルギー効率が良かったりなどの利点が多く、アメリカのみならず、イギリス、ロシア、インドなどの空母保有国でも開発が進められているが、その運用には膨大な電力を必要とするためこれまでに実用化に成功したのは膨大な発電量を誇るアメリカの、原子力空母ジェラルド・アール・フォード級原子力空母の1番艦ジェラルド・アール・フォードと2番艦ジョン・F・ケネディに搭載されているだけなんだ。西側諸国のメディアや軍事専門家の多くは通常動力型空母の福建では、3本の電磁式カタパルトを運用するだけの電力を確保できないとの見方を示す中、中国側はその声を打ち消すかのように、陸上基地での射出テストを経て電磁式カタパルトの実用化に成功したとして、福建に搭載したカタパルトから艦載機を発艦させることにも成功したとしているのであるが、それを裏付ける証拠となる動画や画像はこれまでに公表されておらず、成功したかどうかについては懐疑的な見方が広がっているらしい。インターネットや SNS では福建は次の原子力空母建造に向けた電磁式カタパルト運用のための試験艦なのではないかとする見方もあり、電磁式カタパルトによる発艦に成功したものの電力不足によって連続発射ができない可能性が高く、それでも日本などへの威嚇と抑止には十分効果があるとする声があり、中国の SNS 上で福建のカタパルトに当たる位置から何かを発射している様子が捉えられた動画が公開されるなど、何らかの形で試験が進められていることは間違いがなく、今後中国から福建のカタパルトに関する情報に注目が集まっているぜ。また、中国はすでに原子力潜水艦を自国で建造できる技術を保有していることから、水上艦艇用の小型原子炉の開発に問題はないとみられ、建造が開始したと伝えられる004型空母が中国初の原子力空母となる可能性は高いらしい。いずれにしても、004型空母が福建の姉妹艦となる通常動力型空母なのか、あるいは中国海軍初の原子力空母となるのか、それにより東シナ海及び南シナ海のみならず西太平洋におけるアメリカ日本を侵すと、中国との海軍戦力バランスが大きく変わることは間違いなく、日本の対中国戦略にも大きな影響を与えるとされているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国が初めての国産超音速戦闘機として開発を進めている KF-21 ポラメは、
2001年3月に韓国空軍士官学校の卒業式において、当時の金大中大統領によって KFX として開発計画が発表されたよ。その後発表された諸言では、乗員1名ないし2名全長 16.9 メートル全幅 11.2 メートル全高 4.7 メートルの機体で、最大積載量は 7700kg、最大離陸重量が 25600kg とされ、搭載される2機の F414GE400K によって最高速度はマッハ 1.81 時速約 2200km、巡航飛行時航続距離 2900km を発揮するらしい。今回は韓国政府がインドネシアに対して、KF21 共同開発負担金を1機差し権減額の件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2009年には KFX に興味を持ったインドネシアが開発費用を負担して完成後に50機を受領するとして、開発費用の2割を負担するものとして合意に達し、2010年7月15日に KFX 生産協力にも合意して、組み立ての最終ラインをインドネシア国内にも構築してインドネシア国内で生産を実施するとされ、2010年9月にはインドネシア政府が法務担当者や航空専門家のチームを韓国に派遣するなどしていたよ。KF21 の開発費用としては機体開発だけで8兆1000億ウォン約 8.860 億円とされ、その分担については韓国政府が6割を負担するほか、開発と製造を担当する韓国航空宇宙産業 KAI が2割、そしてインドネシアに対しては試作機と技術移転を餌として残りの2割に当たる約1兆7000億ウォン約1860億円の負担を約束させていたため、韓国政府がインドネシア政府に対してその支払いを求めていたんだ。しかしインドネシア政府はプラボ国防相が就任後に、国防予算と装備を全面的に見直すと宣言して、韓国の FX21 よりもアメリカやヨーロッパの戦闘機に関心を示していたとされ、同国国防次官が FX21 を採用することについて導入によってインドネシアが得られる利益は小さいと発言するなどして、これまでに6000億ウォンしか支払いをしていないらしい。またインドネシアの現地メディアはインドネシアはすでに KF21 への関心を失っており、インドネシアが財政的に苦しんでいるとして、韓国へ開発費用の負担分の支払いを渋っているとするインドネシア軍消息筋の発言を伝えているぜ。インドネシアが KF21 への関心を失った理由については、韓国紙世界日報の軍事専門記者などが、KF21 のステルス性能については向上が認められず、兵器の搭載能力が貧弱であるなどの問題にまとも対処することなく開発を進めた結果であると指摘しているな。また、韓国国内では KF21 は、韓国が初めて独自に自力で開発している本格的な戦闘機であるため、最初からアメリカの第5世代ステルス戦闘機 F-22 ラプターや F-35 ライトニング2ほどの完璧なステルス性能を期待するのは、無理なことであるかもしれないと認めた上で、インドネシアの立場を考えるならば、自国空軍が要求する水準に満たないと思われる KF-21 に貴重な国防予算を注ぎ込むことはできないであろうとの声が上がっているみたい。またステルス性能のみならず2010年代中盤に開発が始められた新しい KF-21 が、1970から1980年代に開発されたフランスの脱走製のラファールよりもミサイルなどの搭載能力において劣るほど貧弱であるとして、インドネシア政府が資金難を理由として開発費を出し渋る理由であろうとの予想を韓国メディアが報じていた矢先、韓国だけでなくフランスのメディアが、インドネシアがフランスからラファール戦闘機48機の購入を検討している可能性が高いとして報じたぜ。フランスのパルリ国防相が、出演したテレビ番組において、ラファールの売買をめぐるインドネシア政府との協議が非常に順調に進んでいるとして導入交渉が進められていることを明らかにしているほか、フランスへの訪問を繰り返しているインドネシアのプラボボ国防相もまた、その彷彿の目的がラファール購入についての話し合いではないかとの見方が出ているね。インドネシアは2017年以降、KF21 開発予算の分担金を滞納していて、
その滞納の理由が経済不調による資金難と説明してきたんだけど、その一方でフランス製の戦闘機を買うという報道が真実であるならば話の辻褄が合わないことになり、それらのことから、インドネシアはもはや、韓国との KF-21 共同開発への関心が失せているのではないかとの見方が広がっているよ。KF-21 は開発が発表された当初こそ、第5世代ステルス戦闘機の性能を凌駕する第6世代戦闘機となる可能性が高いと喧伝され、鳴り物入りで開発が発表されていて、韓国の中央日報が配信した記事では、KF-21 のステルス性能について触れられていて、 KAI はレーダー反射断面積レーダークロスセクション RCS の解析及び試験において航空機の形状を最適化したとしていて、RCS 低値を達成するために機体後部の2つの垂直尾翼及び水平尾翼と、ひし形状の主翼と空気吸入口など、ステルス性能を高める形状に設計したとしているんだ。しかしながら、同じ韓国の中央日報では、2021年4月に実施されて KF-21 の機体のお披露目をした出庫式後に、出庫されて披露された試作機1号機が、出庫式後一度分解されたことが知られて謎を呼んだのだが、その後再び組み立てられて、12月29日に KAI の格納庫から引き出されて再びお披露目されたぜ。しかし、戦術のような機体デザインへの大きな変化は見られなかったとされているな。さらにステルスに必須の内部武装クラも必要に応じて製造できるよう準備したと KAI 側が語っているのであるが、これは逆に言えば現状ではウェポンベイ内部武装クラがなく、そのためにミサイルなどは翼下など外部に装着されることになり、ステルス性能は格段に落ちるらしい。そのような状況下において、KAI は KF-21 の試作機が2023年1月17日、チュンチョンナムドサチョンにある韓国空軍の基地から離陸して、韓国南方の東シナ海上4万フィート約1万2千メートルにおいて初めてマッハ 1.0 約1224km/h の音速を突破してマッハ 1.05 で飛行したんだって。KF-21 は2022年7月に初飛行に成功して以来、およそ80回の飛行試験を実施して高度や速度などを確認してきたとされていたけど、これまでの飛行速度は音速以下であったとされており、日本の防衛事業庁では、今回の超音速飛行試験における成果が事実であるとするならば、KF-21 の機体が音速飛行においても構造的に安定性が高いことを表しているとしているよ。しかし、KF-21 について韓国側では国産開発としていることについて、軍事専門家の間では疑問の声が上がっていて、まずエンジンが国産開発されたものではなく FA-18 スーパーホーネットに搭載されているアメリカの、ジェネラルエレクトリック社製の F414GE400K が2機搭載されていることがその理由とされているみたい。また、韓国側が独自技術であるとして主張しているエーサレーダーの開発においては、イスラエルのエルタシステムズ社の支援を受けていることから、エンジンだけでなく、アビオニクスにおいてもとても国産と呼べないとの指摘が出ていて、韓国側においても自ら KF-21 戦闘機のアビオニクスなどは革新部分なども含めた全ての開発において 65% を国産化したと述べて、外国からの導入が3割以上あるとしていて、国産と呼んで良い戦闘機ではないと指摘する声が上がっていたぜ。これらの KF-21 にまつわる問題の多さに、インドネシア政府が開発費用分担分の支払いを拒み、1000億ウォンの減額を要求していることは十分に考えられるわけだ。そして、将来的に KF-21 を輸出することでコストダウンを図りたい韓国政府は、インドネシア政府が購入契約を破棄することを恐れ、これまでに1000億ウォンを減額したことに加えてさらに1機差しウォンを減らせと主張するインドネシア政府の開発費削減提案を受け入れざるを得なくなったのではないかと見られているな。この結果、インドネシアの減額分である1兆1000億ウォン本については開発製造元の KAI と韓国政府が負担することになったのであるが、当初予測された開発費用はその後のコストダウンによって7兆6000億ウォンとなったため、韓国側の負担増は5000億ウォンになる見通しみたい。
韓国政府としては KF-21 をなんとかインドネシア空軍に導入させて、東南アジアや中東などへの売り込みに利用したい考えであり、なりふり構わず、インドネシア側の言いなりとなってでも KF-21 を購入させる構えであろうと見られているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。